大規模な再開発が進められている渋谷駅周辺に来月新しい複合施設がオープンします。進化し続ける渋谷の街の新たな交流拠点となることが期待されています。渋谷駅周辺にある宮下公園、その向かい側に新しくできたのが渋谷キャストです。4月28日語呂合わせで渋谷の日にオープンするのが渋谷キャストです。 IT 系やデザインなどのクリエイター向けの事務所や賃貸住宅が入り、新しい文化、アイディアが生まれる拠点を目指すということです。東急電鉄が開発を手掛け、カフェやレストランのほか、イベントも開けるおよそ800平方メートルの広場も設けられ、地域交流の拠点にもなります。地元に開かれた場所としまして、地元に愛着を持ってもらえるように、例えば夏祭りなどを催したりだとかして、地元と連携を深めていければというふうに考えております。大規模な再開発が進められている渋谷駅周辺では、その他にも注目の大型施設の建設が進んでいます。東急東横線の駅があった場所には、来年秋にオフィスやホテル、それにコンサートホールが入る渋谷ストリームが建てられます。また駅周辺には2019年度に国内最大級の規模となる屋外展望施設を備える地上230メートルの高層ビルが完成する予定です。一帯の開発を手掛ける東急は、渋谷を若者の街から外国人観光客も楽しめるエンターテインメントシティに進化させたいとしています。